그리고몰래커플링을사기위해혼자백화점에왔다대헷아려드립니다아려드립니다그러니까이집안아타라시이분됐어요아타라시이됐어요아려드립니다아려드립니다집에도착해쿠리코에게반지를주자감동한쿠리코는눈물을흘렸고그날새벽에영상편집을하던중후쿠오카최고의바보빠가사리김경식은실수로영상을삭제하고말았다가까스로남은그후의이야기そんなに嬉しいの？よかったね、本当。はい。あれ、アジュマもめっちゃそれが人気だこ。わあ、言ってた。ジン。最高売り上げ。今日から一緒に寝るの？うん。はい。あ、감사합니다。あにーよ。わ、なんか手するとき感じが違うんだ。感じちょう、感じてで、그치？よーこんな風にして、うん、ここにお風呂とかの時一回一回置くのここに、うん、これ水ダメだから、うん、いいよ次そういうのめんどくさいから嫌いじゃんよくし私よくしてますごまちょーくふきひもせぶんありがとうございますクッキーカブレッククリコミだ君の형식입니다なんか短すぎじゃないなんでなんで中間がないのあ、リンゴでよくし中間ねですよ、チャニクリコに、こんなリングをあげて練習するかなと思った時私はミステイクでこれをディリートしました。私その時の状況をめっちゃ覚えてる。私が横でゲームしてたの。そしたら회사분하고진짜한3일정도계속연락을하면서복구하고이런걸했는데결국은실패를했어요떼레레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 理由は진짜簡単이야진짜勝てあげたかったもん。そして何よりも私が勝てあげたかった理由は今まで私たちが生活しながらもちろん私がお金が多い時もありますお金が少ない時もありますじゃな。でも僕がいつもクリコは私にそれについて一つも話さなかった。あ、お金問題に関して、うん、正直私としてはクリコに3年ぐらい付き合いながら高いプレゼントをしてあげたかったもん。でもそれができなかった時期もあったんで、うん、でもまあお金がちょっと来てそれである時プレゼントしたいなって思ってちょうどカップルで私たちずっとパルチをしてたんですよ。コンデで作りました。それはそれですごいいい思い出だったんだけど、チャニーは何か高いものをあげたいから、最近クリコ何が欲しい？何のブランドが好き？って聞いてくれてたの。それが男性や。そうそう、そうなんだけど、私もそんなに物欲がもともとないし、だったらペアのものがいいってなって、日本だとやっぱ左手って結婚の意味がすごい強い。韓国も同じや、韓国も同じや。だから今まで私左手の薬指にペアリングをしたことがなかったんですけど、今回はキム・キョンジ君とだったらいいかな。もやん。もやん。もやんがもやん。てれれ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 。指が直接、はいって感じじゃなくて、机の中に入れて、さりげなく渡してくれたから、その時箱が2つあったのね。だから、え？プレゼント2つみたいな。あ、何かかなって思ってみたら、1個開けたら指輪だったから、指輪だ！これが最近ペアリング、ペアリング話が知ったじゃん。次アクセサリー買うんだったら、ペアリングがいいなとは思ってた。てれれれれれれ。今もまだ手に慣れてないじゃん。あ、もう뭔가あるねって思うじゃん。でも、だん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 慣れますじゃん。そして、いちかは、もうあるかないか知らないぐらい慣れると思いますね。それも私たちの愛と同じと思います。えわ、お、いや、ちっちゃいが、ちょんまりや。聞いて、私たちも初めて会った時は、お互いに言葉もできないし、もう他の人だから不便だったものが多いんで、だん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 こんなになって、指輪と指みたいに、こんな関係になりました。もや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 やってた人ですか。이렇게해서커플링에대해서한번이야기를해봤고또하나여러분들에게말씀을드릴점이있습니다조만간에라이브를또할생각인데요날짜는8월29일날라이브를할생각입니다なんでライブをするかというとついにこの日が来てしまいました。아대박진짜김경식의누드쇼입니다나와この日は実は私たちが NHK のダメ自慢という番組に出演してそれが放送される日なんです。それを
まあ、みんなと見ながらライブをしようかなと思ってます。韓国では見ることができないから、うん、일본에있는전국방송인데저희둘이같이나가서그토크쇼에서정말재밌는결과結果が아주面白いな結果までたまたまなんとその放送日が김경식君のお誕生日でもあります。イエーイ생일축하해생일축하미도에사랑하는우리탈뱅경식君その時はみんなでプリングルスを食べながらこの NHK を見れたらなと思ってるので、ぜひみんな集まってくれたら嬉しいなと思ってます。めっちゃ奇跡ね、それ。初めて日本で全国放送で、そう、私の誕生日と時間とかはまたコミュニティに書くので楽しみにしててください。次回の場所さん、感謝します。はい。